はい、どうもカードショップ山本屋の山本です。はい、今回はですね、初心者向けのデッキをね紹介していこうかなと思うんですけども、まあ初心者向けといってもですね、レアカードとか神話レアをね全く使わないデッキではなくて、初めいろいろこうワイルドカードとか使ってカード集めていくと思うんですけど、まあその時に、まあ一つの目標のデッキを作って、まあそこに向かってワイルドカードとか切っていって、まず一個デッキ作るっていうのが大事だと思うんで、まあその一番最初の目標になるデッキですね、まあ、とりあえずね4つ作ってみました。イゼット天啓とグルールアグロと、黒タンと白タンですね。まあ、今回はね、イゼット天啓、これをやっていきたいんですけども、はい、こちらのデッキはですね、神話レアが5枚、レアカードが6枚、まあ、そういう感じの構築ですね。あと、コモンとアンコモンです。はい。使ってる神話レアの5枚というのが、アールンドの天啓が4枚と、あと、サイドでマスコット展示会が1枚と、はい、あと、レアカードが、感電の反復が4枚と、船砕きの怪物が1枚と、あとサイドボードアルカイックの教えが1枚と、あとはコモンとアンコモンですね。はい。まあ土地がね、やっぱりちょっと、最初なかなかワイルドカード回しにくいと思うんで、まああと土地は、まあ最悪なんとかね、こう、気合でなんとかなるんですけど、まあこっちがスペルカードの方はね、やっぱりちょっとこう、ないとどうしようもないんで、はい。まあ、こちら優先でワイルドカードとかを切っていった方がいいんじゃないかなと。で、まあ、大体これぐらい揃ったら、そっから、まあ、もしこのイゼット天啓を、作っていきたいということであれば、2色土地とかをね、足していったらいいんじゃないかなと思います。はい。まずね、どうしてもいろんなデッキを作ろうと、最初資産ないときやっちゃうと、全部中途半端になっちゃうんで、まず一つ、軸になるね、デッキを作っていくっていうのがおすすめです。まあ、今回 Z 典型なんですけど、あとまあ白タン、黒タン、グルール、まあどれもね、それなりに勝てるデッキですんで、はい。まあ、あれなんですよ。ただね、ミドタンとかもね、作りたかったんですけど、あれめちゃめちゃレア率が高くて、まあ今回はグルールっていうのでちょっとね、お茶を濁してます。はい。さあ、それじゃあね、これがまあどんな感じに動くのかっていうのをね、やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ、これはまあ多元値あるからいいか、行こうか。まあ土地も一応2色揃ってるしね。ターン終了。まあ、相手のデッキによったらこの燃え柄地獄がかなり刺さりそうだけど、ちょっと刺さるデッキではないか。はい、予言してターン終了。お相手はディミーヤ。カーフェルの先ぶれ、ちょっとあんまり知らないカードですね。ゼロ助産で戻してもいいんですけど、ターン終了。まあ、このターン相手がなんか動いてきたらゼロ助産で戻しますか。あ、いいですね。レア土地。あとはね、レア土地とかも入れたいけども。これは厳しい。厳しいぞ、厳しいぞ。さあ、ゼロ助産。さあ、まあ環境科学もらいましょう。タフネスがね、3というのが非常に厄介ですね。さあ、環境科学で島を持ってきましょう。
ターン終了。なんとか3点食らわしたいけど、なかなか難しいね。もう一枚山が来ればできないことはないけど、さあ多元宇宙の警告。まあ、ちょっと山を狙いに行こう。残念、山引かず。まあ、とりあえずここは山もらっとくか。まあまだ大丈夫でしょう。ターン終了。まあそんなにね、攻撃力あるデッキではないので、今のうちに土地を伸ばしていきたいね。岩式の収集か。ここら辺でアルンドの典型とか持ってかれると結構しんどいけど、さあ予言予言と。悩ましいな、悩ましいけど。さあ廃墟の地で相手の土地破壊しに行きましょうか。そして島持ってくる。ターン終了。イムリスはやばいな。ゼロ助産。さあ予言学入門。
さあ、予言学入門。おお、土地来ましたね。ありがたい。じゃあ、土地出していきますか。ターン終了。さあ、イムリスが予言された。さあ、さらに予言される。そう来るか。ゼロ助産で戻してしまいたいな、これは。いや、ここで6点食らうのは OK か。6点もらおう。6点、7点か。7点もらいます。こっち殴ってこない。はい、 OK。 じゃあ6点。さあ、多元宇宙の警告。まあまあ、これはいいか。もらっとこう。先に打っといてもよかったね。戻そうか。消えゆく希望、いいですね。さあ、これで、はい、感電の反復。アールンドの典型。まあ、ちょっとまだ決まらないと思うけど。あ、投了されましたね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、これは結構怪しいな。まあまあいいか。一応ゼロ助産までは見えてるから、なんとかはなるかな。さあ、進化する未開地で山持ってきます。クレリッククラス、クレリッククラスか。ターン終了。ライフゲイン系か。こいつが厄介だよね。さあ、萌え殻地獄。とりあえずはね。はい、アールンドの典型と土地。さあ、どうだろうね。セレズニアライフゲインか。まだいた。マジか。もう一発流してやりたいな。ターン終了。まあ、とりあえずでかくなるクリーチャーはバウンスでどうにかなると思うんで、このパターン結構怖いな。まあ、とりあえず戻すか。消えゆく希望で戻します。あ、いいっすね。山が来た。山が来た。
山が来た。これはかなりありがたい。ライフすごいな。ライフすごいんだけど。まあまあ、そんなに怖い展開ではないかな。さあ、ジュワートマットがちょっとめんどくさそうなんでね。さあ、ターンもらいます。予想外の授かり物でゼロ助産捨ててカード2枚引く。しかし土地を引かない。ジュワートを出すか。ターン終了。さあ、燃え殻地獄。えぐい回復量だな。ターン終了。まあもうそれは仕方ないよね。さあ、予想外の授かり物コピーしていく。さあ、ターンもらいます。さあ、感電の反復。アールンドの典型。さあ、表現の反復。おっと、マジか。とりあえず破壊していくか。ゼロ助産で戻そうか。相手のハンドが1枚。まあ、マスコット展示会でいいですか。で、トゲ平原の危険で倒しておきます。
そして殴っていく。アタック。ターンもらいます。さあ、アタック。はい、予言。ターン終了。わあ、さらにクレリッククラスか。まあ、ただここはライフ回復がないから、もうこれは押し切れそうですね。これは勝ちましたね。さあ、アルンドの典型。さあ、アタック。ターン終了。とりあえず殴ります。はい、アルンドの典型。そして殴る。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。はい、まあ、こういう感じのね、コントロール系、まあ、じっくり戦っていくデッキが好きな方はね、まあ、ここを目指したらいいんじゃないかなと思います。まあ、一番最初のステップですね。まあ、一旦ここぐらいまでカードを集めてから、まあ、もうこのままイゼットを強くしていくんであれば、土地を揃えていくだとか、まあ、黄金化のドラゴン入れてみるだとか、まあ、そういう感じでやっていったらいいんじゃないかなとは思います。まあ、この段階でもそこそこね、フリー対戦とかであれば、戦えますんで、まあ、特にアルンドの典型ね、やっぱ強い。まあ、あとは感電の反復。まあ、単純にこれ、4枚ずつ入れてるだけでもね、かなり強いのと、表現の反復とかがアンコモンであったり、萌え殻時刻とかもアンコモンだし、ゼロ助産もアンコモンなんでね、非常に使いやすいし、予想外の授かり物に限ってコモンカードですからね、まあ、ここら辺が非常にね、集めやすいんじゃないかなと思います。まあ、集めやすい割には、勝率高いんじゃないかなと。はい。まあ、コントロール系なんで、まあ、初心者にどこまでおすすめしていいのかっていうのは結構微妙ですけど、まあ、この後ね、まあ、次別の動画で紹介する白タン、黒タン、グルールの方が初心者の方はね、結構使いやすいかもしんないですけど、はい。まあ、今一応ティア1にあるデッキを目指すんであれば、こんな感じかなっていうデッキです。はい。まあ、よかったらね、参考にしてみてください。次からもね、あと3回初心者向けデッキの紹介をやっていこうかなと思いますんで、そちらの方もよかったらね。で、まあ、その中でね、自分に向いてそうなデッキをね、決めていただいて、そこを目指してワイルドカードを使っていくと。はい。まあ、そうすればね、一つ、とりあえず強いデッキはね、出来上がっていくのかなと思います。はい。まあ、そんな感じで、今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。